はい。10年前の標準医療は、現在の標準医療にあらず、医療は常に進化する学問です。最新の医療知識を身につけて、医療リテラシーを磨いてください。今日の患者さんの質問は、45歳です。数ヶ月前から生理に変化が、周期は順調なのですが、 ほぼ2日弱で終わる感じです。その2日間で全て出てしまうせいか、ナイト用でも追いつかなく、必ず数回は漏れていたり、レバーのような塊もその時よく出ています。ある程度は過励のせいなのでしょうか。子宮がん検診と同時にエコー検査をしてもらっていますが、特に異常なしです。よろしくお願いいたします。 そうですねまあ、年齢的に45歳、えー、これから月経が不順になる時期卵巣機能も弱ってくる時期ですからこういう形で、まあ、月経周期の乱れあるいは月経量の乱れ月経期間の乱れがん、えーえー、検診とエコー検査をしてもらってるんで、まあ、あ悪性のものあるいは形態的な変化は、えー、ないと思われるんですが。 一度ですね、もう一度小さな粘膜下筋腫、あるいは腺筋症のようなものがないか、えー、特に月経量が多いということは、子宮収縮がうまいことを言ってない、えー、場合が多いです。子宮収縮がうまいことを言ないと、その分、えー、血液は、えー、血液量、子宮の血液量は多くなります。えー、月経っていうのは、 子宮の内膜が剥がれると同時に子宮の内膜層の剥離面からの微小出血が続くことが原因で起こってくるということになりますのでその微小出血を止めるためには子宮を収縮させて微小血管を縮めてそこからの出血を止めるということになりますのでその収縮が悪いということになります。 だからもう一度そういうものがないかとかそれからホルモン検査ホルモンの異常がないかとかそういう検査をされて一度この月経量が多くなる原因調べてみたらいいと思います月経量が多いっていうのは基本的にナイト用でも漏らしてしまうとなると一度医療機関,をか医療機関にかかり 精査調べてもらった方がよろしいいかと思います今回は月経の話でした。正しい医療知識を身につけて、医療リテラシーを持ってネットの偽情報には、偽医学情報には惑わされないようにしてください。それでは本日も終わります。